サイズの衝撃の告白には驚いたね。トリエルがそこまで人間を守ろうとしていたってことがサンズの話でよくわかったわ。それでも先に進まないと元の世界には帰れねえ。お城はもうすぐって言ってたし、引き続き進んでいこう。ん？なんだろう？誰か立ってるわね。ちょっと待って、今の誰？ここには誰もいないはずなのに。大丈夫。今さら心配してもしょうがないしね。おいおい、アルフィーも知らないってなんか嫌な予感がするんだが。くれぐれも気をつけて進みましょう。よし、いよいよだね。エレベーターでコアの最上階に上がって。了解。動かないようだ。なんで動いてないの？先に進めないの。じゃあ、右へ進んでそのまま上へ。あの殺人ロボがなんかしたんじゃないでしょうね。そのまま上へ進んで。おかしいな、そんな場所、マップには載ってない。まあ、いいや。左の通路から回ろう。なんか不安になってきたぜ。スイッチを押さないと向こう側へ行けないみたいだね。でも、スイッチを押すとレーザーも起動しちゃう。レーザーの順番に言うから覚えてね。オレンジ、青。わかった、3本目の時だけ止まるんだよ。動いちゃった。あれ、でもなんともないわね。どういうことなんだ。嘘、大丈夫、だった。なんとか。ごめんなさい、順番間違えちゃった。でも、心配、ないからね。予期せぬ事態になっているみたい。どうしてモンスターが。こんなはずじゃ。とりあえず右の通路を進んでみよう。何がどうなってるの、本当にここの建物で合ってるよね。システムとか順路が勝手に変わってたらどこが正解なのかわからないわよね。どうせこのレーザーも変えられてるんだろ。ハッキングできない。落ち着いて、冷静に対処していこう。よし、今のうちに進め。そもそもこの量のレーザーは何なのよ。うわぁ、思いっきり当たってる。どうしてもウプ主を先に進ませたくないみたいだな。はぁ、もうレーザーはお腹いっぱいです。次はね、わかんない。なんか私の地図とは違ってるみたい。ごめんなさい、私。もう切るね。アルフィーが謝ることじゃないよ。そうだ、きっとあのロボがやってることだろうよ。もう、戦いたくないから出てこないでー。それにしてもとんでもなく広いぜ。何回かにもボス部屋っぽいところに来たわよ。この入り口の奥に王の城へと続くエレベーターがあるはずだ。よし、もう一頑張りだ。やっと来てくれたね、子猫ちゃん。やっぱりメタトンの仕業だったのか。ついに君と僕との決戦の時だ。暴走したロボットを停止させるって。君は大きな勘違いをしているよ。故障、プログラムの修正、笑わせないでよ。すべては大掛かりなお芝居さ。なんだと？そう、やらせ、だよ。君は初めからアルフィーに騙されていたんだ。どういうことよ。彼女は画面越しに君を見守るうちに情が映ってしまって、君の冒険に加わりたいと強く願うようになった。そこで、君の物語に自分を登場させることにしたのさ。パズルを起動したのもエレベーターを止めたのも、僕に君の邪魔をさせたのも、全部アルフィーだよ。ありもしない危険から君を救い出すためにね。そんな。そうすれば君は彼女を立派な人だと思うだろ。嘘でしょ？実際には違うのにさ。そして、間もなく彼女の最大の見せ場が訪れる。今、アルフィーはこの部屋の外で待機してるよ。バトルが始まったら途中で割り込んできて、僕を停止させるふりをするつもりだ。ピンチに瀕した君を助けるためにね。これで晴れてアルフィーは君の冒険のヒロインになる。君は彼女に感謝するあまり、帰らないでという願いすら、聞き入れてしまう。すべて台本通りってわけか。どうかは見てのお楽しみ、かな。とにかく、僕はもうこんな茶番に付き合わされるのはごめんだ。僕には人間を傷つけようなんて気持ちわけほどもないのさ。僕はみんなを楽しませたいだけ。観客に最高のショーを披露するのがエンターテイナーの務めだ。そのためには、どんでん返しが欠かせないよね。どうなってるの？ドアが勝手にロックされちゃった。皆さん、残念ですが、この番組は本日で終了します。でも、最高に盛り上がる最終回スペシャルをご用意しましたよ。信じられない、アルフィーがそんなことを裏で考えていたなんて。ストーリーもアクションもバイオレンスも、すべてがリアル。新番組、進撃のキラーロボットをお楽しみください。人間不信ならぬ、モンスター不信になりそうです。なんだよ、めちゃくちゃ感謝してたのに。こうなってしまった以上、全力で戦うしかないわ。アルフィーは別に悪気はなかったと思うけど、自分の願望のために周りを利用するのはね。その戦いを見る限り、君は弱すぎるね。
この先へ進めばアズゴアに魂を取られるよ。その魂でアズゴアは人間を滅ぼす。それでも戦わないといけない時があるのよ。本当は戦わずに話し合いだけで解決したいけどね。でも僕が君の魂をいただけばそうはならない。人間を滅びの運命から救えるよ。確かにそれはそうかもしれないけど、あくまで人間たちを救うのが目的じゃなくて、ここから出るのが目的だから。君の魂を使って僕はバリアの外へ出る。そしてついに夢を叶えるのさ。何百人、何千人、いや何万人もの人間が僕のファンになる。そうか、メタトンにも夢があったんだね。結局はみんな自分の欲望で動いているんだぜ。中で何が起きてるのかわかんないけど、諦めちゃダメだよ。いざとなったら最後の手段もあるし。実はね、まだ開発中の機能だから笑わないでね。メタトンって、いつも、前を向いてるでしょ。それは背中にスイッチがあるからなの。だから、後ろを向かせて、その、スイッチを押せば、そしたら、メタトンに、ダメージを、与えられる、ようになるよ。じゃあね。アルフィー、私たちがメタトンに真実を伝えられたことに気づいていないようだけど、ここはアドバイス通りにやってみるしかない。え、鏡。最終回だし、身だしなみは完璧にしないとな。ん、どこだ、見当たらないぞ。スイッチわかりやすい。僕の、スイッチに、触ったな。やばいやばい。こいつどうなっちゃうのよ。落ち着け、これで攻撃が当たるようになったはずだ。誰？はぁ、仕方ないな。僕のスイッチに触ったということは、僕の新しいボディを見たくて仕方ないんだね。まったく、お行儀が悪いんだから。でも幸い、僕も見せたくて仕方なかったよ。だから、君には素敵なお礼をしてあげよう。君の細胞。華やかに演出してあげるよ。メタトンなの。パソコンが人間みたいになったわ。これがエンターテイナーの姿か。あの視聴率って、なんだろう。視聴率を上げていけばいいのか下げればいいのかわからないわ。こいつの攻略手段がわかるまで、とりあえずは様子見だな。足、すごい足ってる。なんて不規則な動き、おとなしくしてなさい。突然ですが、クイズです。頑張ってポチポチ入力してね。作文を書いてもらうよ。何これ。顔よ、顔、とりあえず顔面褒めておけば大正解よ。ほんとかよ。メタトンは顔がいいね。言葉数は、少ないほど印象に残る。正解だったの。こいつはほんと何考えてんだかさっぱりわかんねえ。ああ、ダンスもなんか中毒性あるからダンスでもよかったかも。しっかりリズムに乗ってるんだな。それ一度もできたことないやつ。どんどん視聴率が上がってる。観客がうつ主に期待してるんだぜ。